それではですね、次はね、SEMEDS をやりたいと思います。まずですね、SEMEDS バイをやるためにはですね、今これ、TEM の続きなんですけど、もう光入っててですね、で、これを小さくします。で、その次にですね、このコントローラー 4GM2100 の HR のところの、ダイアログっていうところの ASID コントロールっていうのをボタンを押します。で、次にですね、ASID モードにチェックを入れるんですね。で、あとは JOL のシンプルイメージビューアーっていうのをクリックします。左クリックで2回クリックします。で、こんな画面が出ます。この画面、こんな画面になります。で、今のところこれをスポットをストップにします。これストップかな、ちょっとごめんなさい、この右側のやつにします。スポットですね、よいしょっと。で、今ですね、この操作画面にも画面が映ってます。こんな感じで、映ってます。で、カメラレングスをこれで変えられます。で、これでね、大きくすると楽になりますんで、大きくします。そうすると像が大きくなります。150とか120にするとこんな風に、光に当たってる像の部分が大きくなりますんで、これが便利ですね。まず一旦カメラレングスを大きくして像を大きくします。光当たってるもの部分を消します。で、まずですね、やることなんですけど、次に、次にやることはですね、これを、一旦外します。今これ入ってますけど、CL レンズの絞りを。こっち回すと、もう一個、なしのものができます。なしにすると、分かる通り、この光が大きくなります。で、非常に見やすくなります。ね、で、これでフォーカスを変え回して、見やすくして視力1に移動します。まずはこのフォーカスを回して、で、この像っていうことですね。いいですか、やりますか。こうやって回すと資料が出てきますから、見たい位置にするということです。トラッカーボールを回して、で、どんどん回していくとローンチアンと呼ばれるものが見えてきます。本当はね、ローンチアン見やすいのがあるんですけど、例えばこれをもうちょっと小さいのがいいかな。倍率はちょっとあれ、40K であれいいか。やります。まあいいか、これで、でこうやっていって、どんどんマグニファイを起きて、こう逆転するとこがあります。こうやって、あの像が、で、この前にあった部分ありますね、これがローンチアンです。もう一回見ますよ。マグニファイ回してきます。そして一旦こう変わった後にまた戻ってきますね、ありますね。で、この円になってる部分、この円になってる部分がこれローンチアンです。こんな感じの、この真ん中のところを探してください。フォーカスあってから、またフォーカスあるこの真ん中、これでですね、おそらくこれがローンチアンですね。で、ロンチグラムになります。で、ここでこの動画はカメラレングスを小さくします。カメラレングスを小さくします。どれぐらいにするかな。20ぐらいでいいと思いますね。カメラレングスを小さくします。20ですね。20センチメートル。
20にします。像がずれ綺麗じゃなくて申し訳ないですけど20にします。カメラですね。でこんな風になります。こんな風な画面で、でこれ絞りを入れます。で CL 絞りを元に戻します。これ0番ですから戻して1番にしますね。そうするとこんな風になります。でさらにオブジェクトレンズの絞りを入れていきます。2番にします。そうさらに小さくなります。こうやって像がね。でおそらく絞り位置をですね調節します。でねちょっと段取り悪かったんですけど、おそらくこれCL と OL 両方とも絞りの位置が良くないですね。なのでこれはちょっと合わせる必要があります。絞りの位置を合わせるのは当然ながらこことここで合わせるんですね。じゃあちょっともう一回戻しましょう。これを戻してこいつも戻して、これはいいか、これは入れてこのあと真ん中にします。せっかく手ぶれ合わせたのにこれでまた変えるっていうのも嫌なんですけど、しょうがないですね。こうやって真ん中にします。であとはもう一回オブレクトレンズちゃんと入れて、でこれでこことここを回して真ん中になるようにします。ちょうどだいたい合うようなところで出てきます。こんなふうになります。こんなふうになりますね。こんなふうになります。こんなふうになります。で、今度はこの右側にある、ステムのブライトのやつ、これを回して入れるとなります。見てくださいね。回して入れる、こうなります。ここに入ります。で暗くなってますね。これ入りました。で ASDI のコントロールパネルのこれですね、イメージセレクトでここにありますけど、このステムのブライトフィールドにします。であとはスキャンにするということですね。でもうすごい白く飛んでますね。これ多分ここと、ブライトネスとコントラストが良くないからですね。じゃあちょっと変えてみましょう。ブライトネスも結構高そうな気がしますので、私の場合は下げます。おそらくブライトネスはね低くてもあんまり大して変わらないので、私はブライトネス低くする派です。でコントラストを変えます。コントラストで、ここに出て映ってるものが、山がここにこの範囲にできるだけ入る方がいいですね。でちょっとうまくいかないときにはしょうがないですけど、ブライトネスを大きくして、そうすると山がきれいにしぼまれますんで、これにして、あまりこれはね、私はここぐらいまでしか使わないことにしてます。3分の2ぐらいまでしか、 100% 使うと大変なことになりますんで。でここの形がシャープになります。ブライトネスを大きくすると、でこの範囲がこれある程度入る、ピークの位置がある程度入るところにします。そうするとこれ像が結構見やすくなります。でこんな感じになります。で倍率がどこかで上げられたはずですけど、倍率はマグニフィカイトで変えられますので、同じですんでこれで変えます。でですね、ステムの倍率が、200倍程度にすると、変えてきますけど、ステムの倍率を200倍程度にすると、大体、テムで30倍の値になるんですけど、
ステム表示のやつで、まあそこはいいです。で、どっちか、まあこっちから選びましょうか。でこっちもちょっと大きくしてみましょう。マグニフィカイドで大きくして、でこれで、見るとテムで30系倍の大きさぐらいになります。でちょっと、ぼやけているんでフォーカスでもうちょっときれいにします。ロンちゃんが見える状態にしとくと、このフォーカスかなりきれいな状態になってるんですけど、もうちょっと微調できますので微調します。もうちょっとチャープになると思います。うん、像がシャープになると思います。こういった感じで、まあこんな感じでいいですね。こんな感じでいいです。で、ちょっとね気になってるのは、このファンクションが確か A 幕じゃなかったかなって気がするんですね。ちょっとやってみますね。あ、また A 幕では変わりますね。今マグモードですからね。確かEDS の時には A マグだっていうような気がしたんですよね。ちょっと待ってくださいね。今ちょっとマニュアル見てみますね。そういう気がしたんですけど、EDS のモードの時にどうだったかな。まあ A マグでもなくてもよいかな。マグモード、鉄道系ディフモード、まあちょっと覚えがないですね。私もマグ SA マグ、マグ SA マグ、マグモード、まあマグモードでいいかな。うん、前は A マグだった気もするんですけどね。そこはちょっと私も気にしてなかったですね。ちょっと待ってくださいね。他のマニュアルもちょっと調べてみますね。他のところでは、そうですね、ちょっと他のマニュアル見てると、やっぱりブライトネス、コントラスト調節して、コントラストは上げすぎるとコンタミがつく。コントラストだったかな。ブライトネス、どっちがいかんかがちょっと忘れちゃいましたね。コントラストなのかな、まあ、どちらかですね。とりあえずどちらも上げすぎるのはちょっとあんまり良くないですね。で、マグモードでいいみたいですね。すいませんね。ステムで、マグモードで良さそうですね。私の持っているマニュアルと先輩から聞いてるのとかで見ると、それで良さそうですね。良さそうですね。マグモードでいいですね。OK です。良さそうです。で、こんな感じでいくと。でもこれでステム像が取れます。ステム像が取れてます。キャプチャーとかいうボタンになるとステム像取れてますけど、ステム像ができましたから、次は イメージコントロール、スキャンコントロール、疲れた。ここが1でいいですね。で、ASID のパネル、スポットサイズは私は推奨は3にしてます。ここで変え、ここで変えられますけど、S3 ぐらい私は推奨してます。でいいですね。私の経験ですとね、このブライトネスをですね、3分の1以上より大きかったりすると、コンタミが出たりとか、視力が壊れたりとか、微小放電を起こしたりとかするので、ブライトネスはできるだけ下げるようにしてます。小さいあたりにしてます。で、ブライトネスの大きさにあまり関係ないですね、EDS っていうのは。私の場合は。で、まあ、それでいいですね。で、これでいいです。じゃあ、今これも図を取れるようになりましたから、次は、EDS やりたいと思います。じゃあまあこれで終わりですね。で次 EDS ですね。ちょっと
一応切り替えますね。